おはようございます。今回ですね、不在通知で1日2日伸びたんですけども、荷物の方をいただきました。これはですね、ちょっとある暗号通貨のサポートで、困っていた方で、私のことをね、信頼してご相談いただいたと思うんですよ。で、私も自分ではどうにもできなかったんで、どうにかできる方はいないかなと思って探したら、案外ね、早く解決してくださりそうな人に出会えて、その方とおつなぎしたら解決したということで、お礼をいただきました。ありがとうございます。ちょっとずしっと重いんでね、何なのかなと思っちゃいましたけど、あ、お手紙が入ってますね。ありがとうございます。お手紙と、あとは非常に丁寧なね、お米って書いてますね。お米を頂戴しました。ずしっと重くてありがたいです。ここでね、今回お話したのが、その暗号通貨のことでちょっと大きなお金が関わることなんですよね。で、なかなかあっちこっちに相談しても解決に至らなかったということで、私の方にいただいたんですけども、基本的にこのお金の問題解決は、何かしらの対価を払わないと人は動いてくれないんじゃないかなってことのアドバイスと、で、そうは言っても私はそういうことを当てにしてるわけじゃないんで、できる限りのことをね、自分の挑戦だと思ってやらせてもらいますねって形で、結局問題解決には至ったんですけども、そしたらね、その、ちょっとしたちょっと偉そうなアドバイスで申し訳なかったんですけども、私の方にこうした形で、お礼をくださいました。本当にね、恐縮でございます。今回ね、このようなことをしてくださった方には、私は生涯のね、恩を私も感じて、より強い結びつきで付き合っていきたいと思いますので、ことね、お金の問題解決はできたんですけども、暗号通貨の問題解決できたんですけども、ごめんね、それとは関係なく、友人としてのお付き合いもこれからさせていただきたいかなと思っております。はい。今回はね、一般公開動画にさせていただきましたけども、なんて言いますかね、何のことか分かんないって方が多いと思います。ただね、今回このようなお付き合いをさせていただいて、私の方に連絡をしてくださったってことは、久保さんなら何かしてくれるかもしれないっていうふうに信頼してくださったと思うんですよね。だから、その気持ちに対して、まさにね、よかったね。万歳万歳、本当おめでとうございます。万歳万歳ですよ。万歳ね、大和くんね、万歳だね。はい。いろいろと問題解決できてよかったなと思います。なんせね、大きい金額だったんで、私もこれをね、泣き寝りするわけにはいかないんじゃないかなと思いました。そして同じようなご相談をいただいた時に、今まで私何ともしてあげられなかったんですけども、今回どうすれば解決に至ったのかっていうルートが見えましたんで、ますますね、これからも皆さんからのご質問に答える、引き出しが増えたということで、今回私の方にお問い合わせいただいた方、本当ありがとうございます。名前はちょっとね、一般公開では申し上げられませんけども、また深い付き合いができることを、望んでおります。じゃあ、これからもね、幸せに頑張っていきましょう。で、今度こそ復元パスワードをなくさないようにしましょう。はい。じゃあ頑張ります。バンバーイ。